名伊藤園ままでございます今夜はですねもともと大アの発起人木村さんやそしてチューンカンパニーさんとかもここがいい場所に提案していただいたのでそれに関係するエピソードをしたいと思います。僕はもともと大アではドキュメンタリー会談というものを得意としてよくお話をしていました。 当時僕は千日前デパートをまつわる階段をお話しさせていただいてそれを良い評価を受けていたと思いますまた大コアを最後にファイナルになる時もアンコール会談として僕の千日前デパートの話をやらせてもらったんですがその話そのものではなくそれにまつわる話の一つを せっかくですのでここでご披露したいと思いますざっくり簡単に説明しますと1972年大阪道頓堀震災橋付近現在は B カメラ店という大きな電化製品店が今も営業していますそのビルの中にはその後もなかなか恐ろしい話が 残っているようもともと1972年千島屋デパートという場所が大きな火災になり118名もの方が亡くなった大惨事でしたその後一回ビデオが解体され再建そしてまた一回解体されもう一回再建されたのが B カメラ店になりますこの B カメラ店には今警備室が頻繁にお話がされる会議がありますそれは警備室に残されている監視カメラの話ですこの B カメラビルの中には8階のフロアが当然ながら今も営業されている場所なんですが この8階のフロアだけ監視カメラによく人影が映ってしまうということがあります当然立派なちゃんとした営業店ですから怪しい人影がいるっていうのは警備室としては非常に問題ですもし外部の人が侵入して窃盗や泥棒を 強盗の類だったら大変なことになります。そのために少しでもカメラに人影が映る場合はすぐに警備室が現地に駆けつけその映像を確認する。場合によってはそのカメラをその後も確認してあの人影というのは人間の何か体の一部が映ってしまったとか偶然店内の カメラの横切った虫ハエや川のようなものがちらりと映ったものが勘違いしてもしかして今人が来たんじゃないのかのようなことを確認するためのものですですが頻繁にその監視カメラには頻繁に明らかに人影が映っているそうですしかしながらそれは外部の人間ではなく 間違いなく、心霊現象としか言うことができない人間なのだが、人ではない人影、と説明したらよろしいでしょうか。怪しきの影が映り込んでいるそうです。そして、その度に警備室の警備員たちは、その映像を確認するわけですが、 何年かの間に、その人影の映像をファイルした結果、約20種類の人影が映り込むということが分かったそうです。20種類と申しましたのは、人ではないからです。人のような影。それが20種類。はっきり申し上げれば、 20人のの異様なものが映り込んでいるそうですその時長年とその会議を研究していた人や警備員としても長くお勤めしていた人が「20人」という数字に大きく反応したそうです。 先ほど申し上げましたが1972年千日前デパートの火災では118名の方が火災に災害にまつわる死亡を重ねたそうですしかし118人のうち煙 つまり窒酸炭素窒酸化炭素ですね呼吸として亡くなる方が98名もしくは炎にまかれて火けど火災として亡くなった方も含めて98名いらっしゃるそうですつまり118名から98名を引く その20という数字こそがあのビルの8階旧千日前デパートの階が7階あの場所から逃げるためにどうしようもなく苦しそうになった人があの火災と煙から逃れるために窓を破りビルから飛び上げたそして飛び落ちて亡くなった方が 20名だったそうですこの数が実際偶然かどうかは分かりませんしかしこの B カメラ内の警備室には今も20名の人影怪異者がはっきりと残っているそうですセンチバイデパートの会異その後エピソードとして お話し,しました。ありがとうございました。